インスタやってない留学生、絶対友達おらん。長戸ブログ。はい、どうも、長戸ブログです。今回は視聴者さんからの質問に答えていきたいなと思います。醤油一気飲み大将さんからの質問です。コミカレってどれぐらいの英語力が必要ですか？授業でやっていけるか不安です。コミカレでうまくやっていくために必要な英語力についての質問やねんけど、必要な英語力っていうのは元々ある自分の学力やとか、編入するかしないかやとか、自分が勉強する専攻とかによってめちゃめちゃ変わってくんねんか。そういういろんなパターンがあるっていうのを分かった上で、今回は木村五郎くんっていう架空の人物を俺の中で作って、その人がコミカレでうまくやっていくために必要な英語力っていうのを今回解説していくことによって、自分とその木村五郎くんと比べて自分はどれぐらい英語力上げないといけないのイメージしやすくするような作りになってるから、最後まで見て自分のこれからの英語学習留学前の準備に活かしてほしいなと思うわ。ってことで、今スクリーン出てると思うねんけど、木村五郎くん18歳、学力は平均的な。で、この平均っていうのもその学校の中の平均じゃなくて、日本全国的に見て、全国模試とか受けたらまあ偏差値50ぐらい取るかなっていうぐらいの木村くん、地元の公立高校行ってて陸上部で砲丸投げやってましたみたいな、結構ぽっちゃりした感じの人です。留学経験なし。木村くんはずっと留学したいなと思ってたんですけども、まあ高校中学と留学に行けるチャンスはなく、大学は絶対に直接アメリカに行こうという、まあいい子です。めちゃくちゃいい子です。んで UCLA などの難関4年生大学への編入を希望。まあこれは Hey guys it's ほにゃほにゃのその仲間たちによる洗脳、まあ、洗脳というかまあおかげで、UCLA とかの難易度の高い4年生大学へ行きたいっていう思いのある留学生アメリカ人おると思うわ。ソーシオロジー、サイコロジーなどの編入に有利な専攻を勉強する予定。これはまあ UCLA に行きたいという思いがあるから、それ逆算したら有利な倍率が低いようなソーシオロジー、サイコロジーで行くという、まあこれは確かに俺のカレッジから UCLA で行く人もソーシオロジー、サイコロジーを選択して UCLA に行くっていう人は結構、それはやっぱり編入に有利や。別に俺はデータを取って見たわけじゃないんだけど、まあそういう人が多いっていうイメージでやってみました。だからこの木村五郎くん、典型的なまあ留学生タイプを作ってみました。まあもしもこれ木村五郎くんよりも十分学力低いよとか、そういう人は今から言う必要な英語力はもうちょっと高めに設定した方がいいのかなっていうことも考慮してほしいなと思います。この木村五郎くんが GPA 3.5 以上でコミュニティカレッジを2年またはそれ以上で卒業するために必要な英語力を今から解説しておこうと思うわ。この GPA 3.5 ってどれぐらいやねん。マックスは 4.0 やねんけど、カリフォルニアを例にして出すと、UCLA とか UC バークレーだとか、UC シリーズっていうのは関西でいうカンカン同立、関東でいう早稲田慶応みたいな、もうちょっとレベルが変わってくるんだけど、そういう感じ。なんで、CSU っていうのがあって、 CSU っていうのはまあ関西でいう三金交流、関東でいうまあマーチかな、そういう立ち位置と思ってほしいんだけど、 GPA 3.5 以上やったら CSU にはまあいけるかなっていうぐらいの成績です。だからもう悪くもないし、全然留学としては編入先としては全然 OK なところやねんけど、木村五郎くんが GPA 3.5 以上でコミカレを卒業するために必要な英語力、今から解説してみようかなと思います。この表、留学前にあれば安心していいと思う英語力って表やねんけど、まあリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングっていう順番で並んでて、この順番やねんけど、この順番は俺がコミカレ来てから大事重要やなと思ったスキルの順番になってんねんか。だからリスニングが一番大切、リーディング、ライティングが次で、その一番下がスピーキングっていう流れで、これ個人的な話やねんけど、このコミカルに来る前はリーディングが一番大切やなと思っとってん。っていうのも、やっぱ高校の時って、まあ、授業中寝たりしてても、その教科書を読んだり問題集を解いたりしたらテストもある程度取れたやんか。だからまあ教科書読めたら、授業でやってることも教科書と一緒やねんから、教科書読めたらいいんかなということで、リーディングが一番大切って思ってコミカル来てんけど、いざコミカルに来て授業を受けると、教科書はほんまに授業で使わへんねんか。それはプロフェッサーにもよると思うねんけど、そのプロフェッサーの授業で使うパワーポイントだとか、プロフェッサーが配る紙に書いてある問題だとかがテストに主に出てくることが多くて、一セメスター通して今日この教科書使わんかったなっていうことも多々あるねんやんか。だから個人的なおすすめというか、まあこれも結構リスクのあることやから完全に鵜呑みにはしてほしくないねんけど、まあ教科書正直買わんでもいいこともあるよっていうことだけ分かっといてほしいと思うね。やっぱお金も結構高いし、教科書って。だからそこ節約したいなっていう人は、初日はとりあえず買わんと言って、結構周りの生徒もアメリカ人でも留学生でも買ってない人も結構おんねんか。そのプロフェッサーも最後まで教科書については触れず、誰か質問して教科書いるんですか、ああもう買わなくてもいいよっていう、そういう流れも結構あるから、まあこれはまあ一つティップとして聞いといてくれたらなと思います。んで、またちょっと脱線やねんけど、これ教科書をその買ってないって話してんけど、まあもちろん必要になる時もあんねんか。でその必要な時も俺買わんかった時もあんねん。てなんでかっていうと、友達がくれたりすんねんか。そのクラス取った子だって、あその教科書俺持ってるよみたいな、中古でまあ買ったりまあもらったりあんだとか、あとなんかまあ教科書が丸々 PDF になってる場合もあるから、そういうのを直接 Google ドライブとかでシェアしてもらうっていうパターンもある。俺に関しては数学 2クラス取ってんけど、どっちもまあ結構分厚い教科書が必要やってんやんか。まあ2万円ぐらいするやつ、それも全部インド人の友達にもらって
らって、でもただで PDF で iPad で勉強したりしてて、結構それは教科書代を浮かす方法としてはいいと思うから、まあ急いで買わずにそういう人脈があれば教科書もただで手に入るということで、まあコミカレ人脈大切っていうのはこれからもずっと言い続けようと思うから人脈大切ですと、この表戻ります。留学前にあればと安心していいと思う英語力、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング、順番にちょっと解説していこうと思います。リスニングの方、テッドトーク字幕なしで 70% 以上の内容理解。これやっぱテッドトーク、そのジャンルによっても得意不得意あると思うねんけど、まあ平均的にどのテッドトーク見ても 70% 以上が理解できるよっていうくらいあればリスニング結構いいかな。あとセンター試験のリスニング問題 90% 以上ってことで、まあ2年前に僕も大学受験してるんで、その時にセンターのリスニングがちょっと簡単やった記憶があるんで、まあ 90% 以上取れてたら、まあ GPA 3.5 結構いけるね、この木村五郎くんでもいけるんじゃないかなということで。次リーディングライティングということで、洋ドラマは字幕ありで 70% 理解。これなんで洋ドラマがリーディングライティングあんねんって思う人もおるかもしれないけど、というのも、まあ洋ドラマを見るのはリスニングの勉強のためって思う人もおると思うんだけど、字幕ありってことは結局内容理解はその字幕を読んでしてるわけで、リスニングも もちろん少しは要素としてあると思うんだけど、これが思うに、まあ洋ドラマを字幕ありで見るのはリーディングの勉強やっていう認識やねんか。洋ドラマを見るっていうこと自体はめちゃくちゃ良くて、っていうのもやっぱテッドトークとかで聞く英語ってやっぱナチュラルな英語じゃないし、それに対してまあ洋ドラマで聞く英語っていうのはやっぱりカジュアルな会話を聞けるわけやから、そこで聞いたフレーズだとかはコミカレ来てから友達と喋るときに使えるわけで、それはやっぱりテッドと違っていい点もあるんで見たらいいなと思います。個人的に僕がおすすめなのはシリコンバレーってやつとプリズンブレイクってやつとザ・オフィスってやつです。これめちゃくちゃ面白いんで見てほしいなと思います。はい、次センター試験の文法問題 90% 以上。これ、俺の授業ええねんけど、英語って文法めちゃめちゃ大事やねんか。このチャンネル英語チャンネルにするつもりないんで、他の英語チャンネルの方が正しいと思うから、まあ、割愛はするけど文法めちゃめちゃ大事。これはこれに関して動画作るかはちょっとまだわかんないです。次、センター試験のリーディング 80% 以上。これなんで 80% かっていうと、日本みたいに長文を早く読んで答えを導くみたいなのをコミカレで求められることがあんまないねんか。だからほんでセンター試験って正直速読とテクニックがあればそこそこ取れるわけで、だから逆に言うと別にできなくてもそのテクニックとか速読とか求められへんからっていう意味で、まあそれでもやっぱ 80% は欲しいかなっていうので 80% にしました。次、スピーキング、これ What kind of Japanese food do you like? ってことやねんけど、これは、この長さの文章を頭の中で一瞬で作れるってなったら、もうそれはもう十分ですよってことを言いたいねんか。これぐらいの長さの質問ができて、これぐらいの長さで返答ができたら会話のキャッチボールができるわけで、友達を作ったりプロフェッサーに質問する分にはこれで十分なのかなと思います。まあ、あとはギャグセンスと変顔があれば友達余裕でできるんで頑張ってほしいなと思います。であと、正確な発音ってことで、やっぱ発音が違くて通じないことって結構あって、単語を覚えるときにしっかりやっぱリーディングのために単語を覚えてる人っていうのはやっぱり目で見て内容意味はわかるけど発音はできないっていうパターンがあるかもしれないから、なんか発音してみて違くて全然伝わらんっていうことが俺も時々あるんで、それは結構恥ずかしいことやから、まあ単語を覚えるときはその正確な発音も同時に覚えてほしいなと思います。はい、以上で、留学前にあれば安心していいと思う英語力説明終わって、まあこれ見て自分とその木村五郎くんの今のステータスを比べて、自分が劣っているなら今今日にあることよりも多めに英語を勉強せなあかん、自分で、ね、逆算してどれくらい英語を勉強せなあかんっていうのを分かるようにするためにこの木村五郎くんの例を置きましたと。だから最初のステータスと自分を比べてここから逆算してくれたらなと思います。で、あーもう一回言っとくけど、これはコミカレで A を取る話やから、4年生大学で A を取る話とはもう全然別の話になってくるから、多分もちろんこれより全然高い英語力が求められると思うから、あとそれは俺が4年生大学に行ってから動画にしようと思うから、まあ、チャンネル登録しといたら、まあ、4年生大学での英語ティップも聞けるということで、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまで英語について喋ってきてんけど、実はコミカレで高い GPA を維持する、名門大学に編入するためにいい成績を維持する、そのために必要なスキルは英語力だけじゃなくてもう2つ大事なことがあるって俺は思ってんねんか。それはとそれについての動画はまた今度出すつもりやから、気になる人はチャンネル登録して待っといてくれればと思います。コミカレ留学に関する質問があれば Twitter や Instagram の DM、 あと YouTube のコメント欄でも募集してるから、どんどん質問してほしいなと思います。このチャンネルでは基本的にコミュニティカレッジに特化した情報発信、あとコミュニティカレッジ後の4年生大学を僕が進学していくにつれて感じたこと、学んだことをシェアしていくっていうチャンネルなんで、留学したい人は全員フォローして、全員チャンネル登録して、これからの最高のコミカレ留学ライフを送るためのツールとして使っていただければなと思います。それではまた次の動画で。